はい、あ、始まった。始まりました。うわ、すごい。なんでこの子しばしょう。プロデューサー、はい。しばしょう。これは今回の新キャラクターのしばしょう。はい、息子ですね。息子です。弟の。いや、芝居中継。すげー、すごい。そう、次男ですね。うわー。この爽快感。これ、今回のミッションはどういった？今回は、ちょっとプレイしていくと徐々に出てきますので、はい、今回は勝利条件としては一番奥にいる聴覚を倒すっていうのが、最終の勝利条件。聴覚ってことは黄金刀ですか？黄金刀。黄金刀で。黄金刀。やばい、逃がしてくれよ、一人は。これ三足ばっかりだ、ほら。端っこに見切れてるのがきっと。あれ下のが無双ゲージですよね。そうですね、はい、今2つ点滅してますので2回使えることになってます。え、蓄積していくんですか？そうですね、じゃあもうちょっと無双やって、無双ラウンドできますよ。ちょっと敵が丸ボタンですね。副将がいましたね。たくさん人がいるとこまで行ってやって、はい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 、行きますよ、無双行きますよ。はい、いけ、いけ、わーかっこいい男前。おお、気持ちいい、気持ちいいですよね。これは気持ちいいな。やられてる、やられてる。大人数のところで使うね。敵がいっぱいいるところで。そうですね。あ、また行った。そして今回はは R1 やるとあれなんですよね。武器が切り替えられます。はい、バリアブル攻撃って武器。出た。武器が切り替わりました。こちらの武器も今回の聖三国武装6から登場の武器になりますね。しばしょすげえ、いいですね。すごい武器の切り替えはね、わわすごいな。これ途中で切り替えたりもできる。奥に行って、奥に、はい、奥、人がたくさんいるとこ、はい、もうまさにシネマティック駅当選といった、はい、映像を皆さんにも楽しみいただいております。リアルだな、すごいな、すげえ、超やりてぇ。いいですよね、アツシさんの横からコントローラー奪ってもらってます。ちょっと交代しましょうか。じゃあ藤原さん、よし、行きましょう。これはおもろいっすよ、これ聴覚の方、聴覚の方。あ、黄金刀の援軍がここできたようですよ。この武器切り替えられるのは初めてですもんね。そうですね、今回シックスから。これだいぶ広がりますよ、これ。すげえ、うまい。あ、いいですね、うまいですね。あ、いい、かっこ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 いい。やっぱやり慣れてますね。藤原さんもかなりやり込んでくれているといった感じが。しばしょういいな。しばしょうかっこいいですね。どうでしょう、今回このしばしょうはかなりこうプレイしやすいキャラクターになっているんでしょうかね。そうです、しばしょうがというより刀ですね。持ってる刀が、はい、一番オーソドックスな武器です。なるほど、非常に戦いやすい武器です、ね、そうですね。しばしょうが持ってるもう一つの武器はあれなんですか？あれは連動砲と言いまして、今回新しく追加されたんですけど、はい、これは近距離と遠距離両方使える、ちょっと動き遅いんですけど、じゃあ離れてる敵にでも大丈夫なんですか？大丈夫です、かなり威力は強そうですよね。これみんななんか撃つやつだ。はい、これを持ってれば誰でもこれを装備することができます。あー、なるほど。お、なんか出てきた。お、逃げて、木人だ。何これ、岩転がってきたぞ。岩だ。おい、やばいやばいやばい、これ岩やられちゃうじゃないですか。やばい、木人だろ。やばいやばい、あー、岩にやられた。うーわ、いけ、何あれ、ごぼう武装。ダメか、ごぼう武装や。こんなんないねん。来ました、ごぼう出てきて、頼む、奇跡。あ、ない、ごぼう出てけ。ごぼうじゃないんで、あ、ちょっと待って、どこや、ごぼうは。伝説のごぼうはどこや。じゃあ、プレイヤー、キリンの田村さんに代わりたようですね。僕、馬やります、馬。あ、馬来た、馬来た。え、馬呼べる？馬呼べます。今まで呼べなかったですよね。呼べます。呼べました。あ、じゃあ俺呼ばないでずっとやってたんだ。もう足のみで頑張ってくださってたところで。いや、馬は乗ってたけど。おおおお、すごい、馬上から。これかっこいいな。やはり馬を使うことによってかなり移動の移動は全然速くなりますね。やばいやばい、これ今がやばい。あ、馬上攻撃になりますからね。うわ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 、これはかなり強力です。ゲージが減ったよ。やべえ、危ない。おいー、いいな。これがですね、先ほど私完全に説明したんですけども、EX 攻撃は今のサーフィンみたいな技はこの芝生オリジナルの技。なるほど。あ、またいた、長女出てきましたよ。出た、聴覚のところ3番目ですよ、こいつ。さあ、そしてこの新三国武装ステップから武装エッグを2つ。はい、よいしょ、ごぼう、ごぼうくれよな。
よいしょ、かなり画面に見入ってしまうんですけども、あ300、おい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 はい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 、長寮やっちゃうよ。かなりやっぱり刀いいですね。これやっぱ、はい、スピードがあとね、やっぱり違いますね。そうっすね、やってない人も見てて楽しめます。そうですね、しかも操作めっちゃ簡単ですからね。はい、長寮倒した。操作が難しくないから。そうですね。じゃあ、シゲ変わりますか。はい、女の子でもできるんですよね。できる。はい、さあ、見せてやれ。いけー、ここで消滅なんかがやり込んでる。そうですね。これですか、どうですか、結構皆さんやっぱやってるなって感じです。それよりもね、やり込んでますね。やってますよ、これ。かなりスピーディーに、はい、進んでくださっているような。はい、ここですね。お前、全然できねえじゃん。ここ、一番の、はい、不安視されておりました、今。お前やったことねえだろ。プレイヤーが、手岡さんに変わりました。何してんねん、ここ登ってって何を言うてんねん。いや、ここ行きたいんですよ。どこの岩さん、ここ行きたい。ここだ、ここだ。やらして。はい、ここだ。お前、やり込んでねえだろ、お前。見る日に一回で行こうと。淳さんがコントローラーを今手に取りました。なんか今画面アップになりましたよ。はい、そうです。ここはあの長方の妖術でですね、突風が吹いてますので、はい、実は進めますね。なるほど、本当にすごい。こっちから行けないんですか。画面上から行けます。本当だ。わー、何これ。これは実際ありましたもんね、この妖術。そうですね、あったあった。聴覚の。長方を倒さないと風が止まらないんですね。ここ通れないので迂回していくことになります。超気持ちいい、これ。うわー、うわー、超高超高。うわ、気持ちいい。さあ、450人撃破。すごい、すげえ。お、うわー、楽しい。はい、あ、はい、あ、ここから行けないですね。ちなみに、あの、言うの忘れてましたが、今皆さんがあの 2D でお楽しみいただいておりますので。うま、ちょっと遅かったんですけれども。ここは 3D じゃないですね。ここは 3D ではないですけれども、はい。くだれ、いけいけ。あそこまで行って。ボス、ボス、ちょっと聴覚みたい。ほら、ちゃんと加工順のセリフとかも聞いてあげて。なんか言ってたでしょ、今。なんか、はい。ちゃんとね、ナビゲートしてくれるという。お前やるとなんで急に敵おらんくなるの。いや、そうなんですよ。お前、めちゃめちゃ恐れられてる。何？敵も、あ、ここで、はい、おい、もうタイムアップだよ、ここまでとなってしまいました。なんだお前、やってないんで。